YouTube のチャンネルの動画を見ていただいている皆様、いつも応援ありがとうございます。庄司ゆう子です。 YouTube を始めて5年になります。すべて皆様の応援のおかげだと思っております。毎年コストコさんのハーフシートケーキでお祝いしているのですが、今年はハート尽くしのハーフシートケーキを食べようと思います。今回こちらの方はかなり重いサイズになっております。チャンネル開設5周年記念、いただきます。でかいからでかいカットになっちゃった。なんか緊張する気を。チョコレートのクリームがたっぷりで、ココア生地のスポンジはふわふわ、まろやかでマイルドなテイストです。以前チョコレート系のハーフシート食べたことあるんですけど、なんか今日のはね、甘さ割と控えめです。それではどんどん食べていきます。5年、成長してねえな。この色がつくんだ。
ちょうど半分くらいですかね。コストコさんのハーフシートの特徴はスポンジが一番下で、次にチョコクリーム、そしてまたスポンジの表面にチョコクリームですね。あとはこういった装飾がされてあります。そしてこの端の方ね、この形取ってる端っこはクリームがとにかくめちゃくちゃ多い。ハーフシートは白いクリームの方もこんな感じで作られています。もういろんな何べんも食べたけわかる。このハートのね、色、絵の具みたい唇わかんなっちゃった。ずっと食べてたらね、このハートがね、どう見てもね、お尻にね見えるよ、こっちから見たらね。あと半分。正直あと3分の1かな。前回はね、注文したんですよ、オーダー、イラストとかをね、オーダーできます。今回はお店に展示してあった商品を購入しました。いいよねこれね、ハート。
あとこれだけ。最後一口。ごちそうさまでした。コストコさんのハーフシートケーキ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。あっつーまの5年間です。一人でねやってきたわけじゃなくて、いろんな人の力を借りてここまで来れたなという感じです。YouTube の動画に関しては本当にいつも楽しいしかないですね。引き続きよろしくお願いします。